そうですね。先生、僕、昨日、先生のサイトにアクセスしまして、え、無料診断で、ありがとうございます。逆対応が出ましたけど、やばいじゃん。やばいんですかね、逆対応。あ、サイトがあるじゃないですか、先生の、無料占いの、はいはい、タロット占いでその逆対応、昨日それ俺もね、昨日は良くなかったんです、うん、で芸人に結構広まってね、俺らがこう、こういうのがある、え、あ、え、当たってるって結構あってね。そう、逆、太陽の逆さまっていうと、うん、だからもう少しでこう達成するとか。なるほど、ね、なるほどね。ちょっとじゃあ前向きを考えて、前向き、ああ、やっぱ人生前向きがいい、いいと思います。前向きでした、うん、ね、はい、そう。ポジティブが一番、はい、あ、先生、前髪切ったって出てますよ。あ、なるほど、うん、前髪自分で切った。あら、僕と一緒です、 一緒ですね。僕も自分で切るんですよ。先生、一緒じゃないですか。先生、いや、すぐ伸びるの。前髪だけってことですか。いやいやいや、他も、あ、他も、うん、なるほどね、はいはいはい、目が長い。でもほら、鬱陶しくなくない？鬱陶しくなりますよ。だから、ね、ちょいちょい自分で切りながら、うん、あら、私1000円カットで全て。あららら、そうなんですか。先生、1000カット行ったことあります？ないです。今度ぜひ行きましょう。前髪だけ？いや、全て行きましょう。1000円は全然やれるんです。任せて。掃除機で座れるんです。あー、知ってる、見た、テレビで見て、見て、ぜひもう先生行きましょう。はい、人生観が変わり、人生観が変わりますから。はいはいはい、了解です。はいはい、それで行きましょう。なんかコーナーでしょうね、この、なんか、だからちょ、まずはね、我々のね、ご相談を。はいはいはい、はい、事務所問題の方がね、はいはい、前回ね、その先生に、そうそう、大事な大事な、ね、大事な大事な、大事な、残った方がいいんじゃないかと言われました。そうそう、あの時は何の事情も知らないで、はい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 、事務所をどうし、あの、事務所移った方がいいですかねってポンと来たもんで、うんうん、それで見たら、うん、今のままがいいよ、いいよっていう、っていう、なんかね、そう、金ピカのカード出ましたもんね。出ました、出ました、お金のね、お金のこれでございますよ、本当に。そう、そしたら、はい、もう言っちゃった。言っちゃった。もう、いやいやいや、だから変更が効かない。ああ、なるほど。そうなんですよね。うん、そうなんで、ね、今日はちょっともう、はいはいはい、いろいろちょっとね、最終ジャッジを先生に。うん、僕らもすべてを今日先生任せます、ね。もう先生の全部。3人で芸能界を登っていきましょう。もうこうなったら、ね、3人だったらきっと絶対いいと思う。ね、先生、もう間違いないでございます。間違いない。最強の3人で、ね、最強でいけると思う、はいはいはい。もうテレビの世界にも行きましょう。バッチリバッチリ。もちろんね、占い TV さんは大事にしてですね。うん、はい、それはもう永遠のレギュラーで我々レーダーとも、あ、いいこと、はい、お願いしますよ。ランパンプス外してもらってですね。ね、もうランパンプスはもういつでも外していいんで大丈夫ですよ。で、行きましょう。先生、じゃあ我々のもう最終ジャッジはいっちゃう？で、いくつかお話はどうしたの？自分から、はい、尋ねて行ったりしたんですか？いや、まだ何も動いてないんですよ。何も、はい、何も、ちょっと今日は先生にね、聞こうかと思って、うん、今日その方針というか、すべ、うんうん、てをその、こうした方がどうした方がいいのかっていう、すべて僕もその通りにしようと思ってます、本当に。そういうこと、はい、もう任せて、うんうん、任せてください、はい、お願いします。動いた方がいいのかどうかっていう、どうしようかね。さあ、すごいね、これ楽しいよ、この1時間人生変わるからこれ。僕たち、じゃあ何、今の選択肢としては、はいはいはい、今の事務所か、うん、別どこか別の、多分ね、具体的にやった方が、あ、なるほど、どっちがいいっていうのは出るんだけど、どっちがいい、とにかく、あ、まあ、出た方がいいのかどうなのかっていうのは、そうだとちょっと曖昧ですね。そうなんです、なるほどね、理由がはっきり出ない、だからこっちと比べるから、こっちがこういうメリットがあってこっちの方がいいよねっていう、じゃあもう具体的に言っちゃえば、でも言っちゃったらまずくないの、言っちゃったらちょっとまずいかもしれない、ね、ここだとちょっと耳打ちだけして、それだともう何が何だか分かんないからね、視聴者の方は。じゃあ出るか残るかってことにしてもらって、あ、でもそれだとあんだから結局この間と同じあれだけ言って、じゃあランジャタイが天下取れるかどうかちょっと天下取れる、天下取れるか、ランジャタイがまず、え、ね、あの書いていただいて、あの、こっそり見えないように、あ、こっそり見えないように、そう、あ、なるほど、あ、いや、さすがでございます、ざっぱな専門さん、もう、耳打ちしようとしましたね、そう、専門室長みたいに、見えないようにね、はい、見えない、あ、そうか、マイクがついてるから、そう、言っちゃダメ、あなたすぐ言うから、そう、あ、私もダメなのよ、あれ、結構一緒なのよ、先生と僕が。じゃあ、どうしようかな。やばいよ、うん、じゃあ、今の事務所とここの、そうそう、ここって、それだともう来たのがもう今ブチ見てブチ切れてるじゃん。先生ももうお前らいらないよってなってるじゃん、こんな先生、大先生に千カットおすすめするな。いや、ごもっともでございます。おっしゃる通り、本当大変申し訳ない、いやいや、とんでもないです、本当にごめんなさい、もうね、
じゃあちょっとその下界も知ってほしいよということで先生、はいはい、僕の住んでいる、いやもう十分下界知ってますからことでしたからね、はい、どうぞいいですね。じゃあ、まあ最初はまあいろんなとこはね、じゃあ、うん、行きましょう、うん、はい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 、まあ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 、まあ、了解、某事務所からですね、うん、はいはいはい、じゃあそこですね、はい、はいはい、まずはね、はいはい、ちょっとねこれ見せられないのでおっぱいは書いてないですよ、うん、あなただったらねボケるんでしょうけど僕はこれとかマジでやりますからこれちょっとボケられない、はいはいはい、あもうマジの、うん、ちょっとマジの飛んで、そうですね、もうボケてるちょっとね人生かかってますから、まあ、ここはそうですね、うん、じゃあちょっと今あの今の事務所と、はいはいはい、そこがどうかな、どうかどっちが比べていきまして、うんうん、一つ一つ比べて、いやもう全体でやってもらった方がいいんじゃない、早いこと、うん、全部もできるんですか先生は、一気に比べることもできるけど、うん、ああなるほど、一気にやったらほら、ああなるほどね、その視聴者さんのコーナーもありますから、でもまだ一個も来てないからね、うん、そう、まあまあ、来る、まあ、来るまで一気に行きましょう、じゃあ来るまで、まあ一応今これちょっと、うん、まず書いて、まず書いていただいたんで、うん、え僕が混ぜてもいいんですか、ダメだよ、あやっぱり、あ当たり前、舐めるなよ、舐めろ、舐めるなよだって。やっぱり、あ、そうだね、ね、うん、もう出たんですか、そう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 、事務所 A、 事務所 A、 はい、はいはい、事務所 A としては、ね、ね、うん、これだと今のところだと、はい、やっぱりちょっとその行動範囲っていうか、はいはいはい、仕事の量みたいなものが、うん、はい、やっぱりもうこれ以上増えるっていうよりまあ、限りみたいなものを感じてるっていうふうに言うじゃない、うん、はい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 、だけどこのカードが出てるから、うん、まあ、やりようによってはここでも悪くはないんだけど、うん、はいはいはい、まあ、ちょっとそのそこの方が、はいはい、新しい方の方が、はい、ちょっとそういう意味ではその行動範囲が広がる感じはあります、あ、それは絶対ありますね、なるほど、はい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 、うん、動き方とか、はいはいはい、もうちょっとメディアっぽい、まあ、まあ、ちょっと露出がね、大手の、はいはい、多くなるのかなって、うん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 、だけど本当はあんまり聞きたくないんじゃない、うん、かもしれないです、うん、それは、うん、なるほどね、はいはいはい、はいはい、だからちょっとその辺が裏腹見られちゃってるね、はいはい、先生見られちゃってる、次じゃあ僕ああいいじゃないですか、あなたじゃんね、これでもあれだな、見せないと面白くねえな、俺見てるけどさ、まあそうだな、うん、見せちゃうこれね、すごいよ、はい、見せちゃう、もういいです、見せちゃいます、はい、我々は皆さんと共にね人生を責任取ってください、皆さん全部見せたい、皆さんさあ先生いきましょう、あのね、まずはこちらのグレープカンパニーグレープカンパニーからいきましょう、大丈夫、はい、大丈夫、俺マジで干されてる俺分かんないもん業界のこと、分かんない俺も、グレープカンパニーは本当に大目玉食らうんじゃない、いやでももう先生の言う通りに、で我々がですからね、もう関係ない、我々が言ったらどうなるかと、あ、だ家庭だもんね、全部全部家庭なんですか、家庭で今のところと比べてでいい、あ、そうです、今のところと比べて、はいはいはい、全てそれで行った方がいいな、はい、行きましょう、うんうん、はい、あ、いいですね、了解です、グレープカンパニー VS 北野ということで、はい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 、VS 戦わせましょう、事務所同士を、はい、こちらコーナーグレープカンパニーと北野戦わせます、そうですね、はい、やったーって書いてますね、さっきのところは別に言わなくていい、そうですね、そう、もうもうもう、もう済んだからね、はい、今携帯着信すごいんじゃない、もしかして今すぐやめなさい、分かんない、もう向かってるかもね、マネージャーがガシャーってやってるかもよいやでも楽しいですね、これグレープ良さそうってきますよ、なるほど、合ってそう、ね、どうです、これこの間も見たよね、はいはいはい、この間もで、これやっぱり女性がポイントなんだ、あ、やっぱり、何回やっても同じよ、何回やっても同じ、すごいね、あのこのグレープカンパニーさんはもう女性のその誠意とか何かそれで今の状態が救われるっていうふうに出てるのね、で確かにだからあのでも今のまんまでもあの今の状態よりは良くなるっていうふうに今出てるわけ、はい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 、なるほど、いてもね、北野にいても、いてもそうだから今の状態よりは確実に上がっていくっていうことだ、うん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 、だけどこの女性がポイントなので、はいはいはい、その人の力によって何かその、まあ、長いお付き合いができるとか、はいはい、なるほどね、そういう可能性はあるのかなって、うんうん、なるほどね、あ、白木さんですか、やっぱり女性といえばね、我々のゆかりのあるグレープカンパニー事務所いるんですけど、はい、そ、ね、そうよくしてもらった先輩がいるんですよ、だからこの女性がすごくやっぱり心配してくださってるから、あらあら、やっぱ嬉しいですね、うん、さ、なるほど、だから何かやっぱり救ってあげたいとか、うん、私が力になれればっていうような気持ちが、
そうかもしれない。それか田上さんとかね、普通にマネージャーの。そうですね、マネージャーの。で、女性がキーマンになってこの事務所に関しては。事務所に関しては。はい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 。そうかそうか。なるほど。いや、もう楽しいね、やっぱり。見せた方が楽しいじゃない。そうだね。はい。じゃあ行きましょう、あなた次、ドン。はい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 。いや、いいね。戦う虫キングみたい。なるほど。いいね。うん。大丈夫なの？いや大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、この先生だってこんなの別に何の話もしないもんね、この向こうサイド勝手に俺らが言ってるだけだから、言ってるだけですから、うん、はい、いいですね、そうそうそう、あー楽しいですね、あの白木さんと、あー白木さんという方が僕らさっきおっしゃってたんです、はいはいはい、じゃあこちら何年口聞いてないって、いや、あ、じゃないですね、また違う、はいはいはい、地下の芸人なんですけど、こちらどうですかね、このやっぱりもう出ました、渡辺だって、東京の大大手でございますよ、はい、もうニャンコスター所属ね、うん、我々も仲のよろしいね、はいはいはい、あの35億の方ですね、あーはい、はい、35億の方、はい、ブルゾンチエミですよ、ブルゾンですねいや楽しいですね、うんうんうん、いやちょっと渡辺、はい、渡辺とバーサス来たのというね、はい、戦ってますよ、ポケモンじゃないんですよ事務所はおいらと渡辺だろうってたけさん勝つだろ、それたけさんだったら、ね、あでもそれわかんないね、もうやばい、鍋にも、いや楽しい、うん、うわどうですか先生、うん、これね、いい戦い、あらあら、これは面白い、これは面白い、いい戦いだけど、なんか反対してる人がいる、あ、はいはいはい、反対した人がいます、うんうん、渡辺はやめなさいと、あら、います、いますいますわ、なんでわかるんですか、いやいやいや、そういうふうに出てるから、うん、だったらあのやっぱり今の方が、方がもう僅差でいいと、はぁ、確かにその渡辺エンターテインメントさんだと、はい、そのもうちょっと新しいチャレンジをさせて自由にさせてくれそうなんだけど、はい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 、なんかくれただけっていうよ、なるほど、なるほどね、くれただけ、うん、くれただけ、はぁこれすごいなこれすごいですね、ちょっと、いや本当いますもんね、だって、うん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 、当たってますわ全部すごいね、すごい、そうだからちょっとすごいんだな、いやちょっとこれね、でまた女の人でこれ反対が出てるから、はいはいはい、やっぱり女の人がいちょっと聞いた方がいいね、なるほどね、なるほど、女の人がやっぱり、私もそうかもしれない、あ先生じゃないですか、先生じゃないですか、うん、先生が全てを、別にだって反対する理由ないから、はいはい、知らないし、なるほどね、すごいな、当たるんだなこれ占いさん、北の残留屋になってきてますね今こちらどうですかね、この、はいはい、あ面白いこれ、はい、どうですか、アライバルってこと、トンネルズさんの事務所、はい、うんうん、ちょっとカブトムシ、ヘラクレスオカブトバーサスオフィス来たのって、それは一回やろうよ、いやそれどうと面白いんだもん、だどう戦うのそれできるんですかこれ、弱いぞ来たのそれで負けたら、どっちが勝つっていう、どっちが勝つかで、どっちが勝つ、虫ヘラクレスオカブトどっちが勝つはやれるよ、あやれるって、じゃあこれ次やろうよ、あ次ね、そうアライバルでトンネルさんですよ、でもどっちが勝っても盛り上がるそれ実際、いや全然面白いよ、カブトムシなんて片方片方世界で一番でかいカブトムシと我が事務所が戦うだろオフィス来たのって、いや社長さんが戦う、あめっちゃ面白いですね、いやでもやりましょう先生それぜひ事務所と虫を戦わせるという了解です、めっちゃ面白いな、ね、これからもう虫で行こう、いやそうですか、虫縛りで行きましょう、わかりました、まずはヘラクレスオカブトバーサス来たのですね、はい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 、ヘラクレス、あ出ましたよ、そうね、うん、まあこれ今のだと、はい、うん、まあ比べるんだったらまだそっちのアライバルさんの方が、まあ、長いお付き合いっていう感じだとそっちかなっていう、うん、まあ、軍配的にね、だけどすごく推してるわけじゃないから、はいはいはい、はい、うん、まあ微妙なとこだけど、まあ、オフィス北野さんとアライバルさんだったらアライバルさん、アライバル入れるなら、なるほど、そうだね、入れるならだね、入れるならってことですね、トーナメントしたきゃよかったね、トーナメントもう遅いけど、それで誰が一番かみたいな、で出ます本命が出ますハイトンヘラクレスオオカブトバーサスとオフィス来たの、あいいじゃないですか、どっちの勝ちかっていうね、どっちの勝ちか、うん、戦った時どっちが強いか、はいはいはい、これ子供の夢ですからね、カブトムシバーサス事務所ということで、
これはすごいよ。か壁にかかってるでしょ。虫が。これ占ってくれるってすごいね。プラクリスオオカブトムシ所属ランジャタイだったらいいんじゃない。あ、いいですね。あ、それね、勝ったらそこ行くんだ。勝ったらもう行きます。虫に乗って。きついよ。虫早く死ぬよ。虫は死ぬから。虫フリーでね。カブトムシって1年じゃない。いや結構長い。あのね、虫によって僕オオクワガタ飼ってた時、うん、4年ぐらい行きましたよ。本当に。中学校の時は。すごい。なんか餌とか大変。すごいな。はいはい。じゃあ減る。うんうんうん、視聴者の意見も聞いてみましょうということで、そうだね、こちらの占いがね、終わったらちょっと、はい、じゃあヘラクレス、ごめんなさいね、ヘラクレスオブトと戦わせてます今事務所をね、申し訳ないな、申し訳ない、もうカブトムシの勝ち先生最高、ほらもうカブトムシ、ほら金ピカ出ちゃったもんあら、あ、これ出た、前回出たやつ、もうカブトムシが一番、ちょっと、ちょ、顔よ、あのね、あ、戦わず、なんかに逃げるみたいな感じ、オフィス来たのが。ああ、もう向き合った段階でもう。もうこっちダメだなって。もう、もうダメなんだ。そう、ごめんなさい。ごめんなさい。もう、弱普段もカブトムシの勝利。先生ありがとうございます。ありがとうございます。どうでもないです。で、来てます。どうですか。どこがいいかなとかありますか。はいはい、なんかね。あの事務所さんからさ、うちに来ればっていうの来たら最高だね。そうそう、向こう側からね、意見もコメントに。ああなるほど。ああなるほどね。あ、本当に事務所から。ぜひぜひ。はいはいはい。うちに来てください。いや楽しい。うんうんうん。すごいな。ヘラクレスオオカブトの勝利でしたね。だランジャタイがその天下を取れるのかっていうのがすごい気になるんですけど。あ、天下占い。今の状態でだからね、うん。はい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 。この状態を基本とした場合に天下が取れるか。うん。で、もしそのなんていうのかな、取るために何、うん、こういうことをしようねっていうはいはい、はい、それはアドバイスに出たらそれはお伝えします。ありがとうございます。ありがとう。ヘラクレスオオカブトはどうする？ランジャタイでどっちが天下取るかやる？だから買いましょう。いやいや、それはもうヘラクレスオオカブトの天下って何？虫の世界でしょ。虫は天下。森の王みたいな。ヘラクレスオオカブトは天下取れるかどうかだけ占ってもらえますか？天下取れるか。ランジャタイかヘラクレスオオカブトがどっちか。あ、どっちが勝てるか。どっちが勝つか。人間が滅びてもカブトムシ生きてそうだよね。確かに。ゴキブリなんかそうでしょ、ね。あ、最終的に、ね、虫のが強いっていう。虫のが強いでしょうしね。うんうん、蜂がいなくなったら人間死ぬんだっけ？あ、なんか今、はいはいはい、前ニュースでやってましたもんね。うん、そうそうそう、アインシュタインが言ったんですよね。ミツバチがいなくなった時に、人間は全部、うん、コンビですか？違いますよ。アインシュタインってコンビが言った。違いますよ。なんだっけこれ？これ先生、もうこれダメでしょこれ。大丈夫大丈夫今。切った後だからちゃんとそれ。天下を取れるか。あ、そう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 。はいはい。視聴者さんもね、お悩みとかどんどんメールしてくださいね。ぜひぜひ。これね、うん、すごくいい答え出たよ、ね。あら、いい答えが。あのね、そもそものところにこの、うん、これワールドっていうカード。はいはい、ワールド。これってまあカードの中では一番一応これ最上級っていうか。ほら、あら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 。だからこれ達成するとかね、はいはいはい、自分のこの生きていく中でのそのまあ。シナリオのこう最終章みたいな感じのものなんだけれども、も取れる取れないが今は五分五分、うわ五分五分ってすごいよ。でもだからその五分五分っていうのは取れる要素は持ってる、はい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 、ね、でこれで多分やっぱりちょっと進め方、うん、やり方、うんうん、やり方方法、うん、なんかそういうものがもうちょっと何か工夫したらこれ絶対それうまくいく。なるほどね。それの工夫のとこをね、なんかうまいこと、うん、なんとかうまいこと大人の方とかにで、そう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 、はいはいはい、それでね、それをするためにはこれね、人の話だからよく、はいはいはい、人とコミュニケーションを取るとか、ああなるほど、そういう我々の悪いとこですね。意見、そうだね、人の意見をあんまり聞かないじゃあもうちょっとね、それは持ち味なんだけど、はいはいはい、やっぱり先輩だったり、はいはいはい、こうやって、まあ、何か趣味にしてくれる人たちとか、うん、お世話になる苦労してきた方とか、そういう方の話は一応聞いた方がいい。それを全部精査したところで、うん、じゃあ自分たちはじゃあどうしていこうかっていうことを考えたら、これ絶対うまくいくと思います。だからもう天下取れる道はあるって。
あ、これいいこと聞きましたね。これ頑張るしかないですよ、もう。頑張りましょう。ね、頑張るしかない。いや、ありがたい。ね。だからヘラクレスを買って。ヘラクレス買います、ちょっと。はい、僕買って大事。あ、そうだ。ね、ネズミちゃんの代わりに。それを買って。買います、はい、やりましょう。ちょっともう先生もうありがたい、先生すごいな、いいカード出るねということで、もうあついに来ましたよ、うんうん、いや来ました来ましたね、女性さんの方に。なるほど、はい、じゃあちょっとね、相談を、相談をお願いしてもよろしいですか、先生、はい、先生いいですか、はいはい、はい、大丈夫ですよ。婚活中なのですがアドバイスが欲しいということで、生、うん、年月日がですね、うん、はい、はい、これ言っちゃっていいですか。あ、それはもうコメント書いてあるから大丈夫だと思います。84年、うん、84年1月22日、1月22日、84年の1月、うん、名前どうなの、22日、名前はまあいいんじゃないですか。そうか、婚活ね、婚活でもあんまり似合わないと思うんだけど、うん、はいはいはい、その方にね、はい、婚活どういう婚活の方法かとは思うんだけれど、はいはい、アドバイスとしては、はい、あんまりなんていうのかな、その決まりきった婚活みたいなことは合わない方だと思うので、そこで見つけるのちょっとどうかな。どっちかって言ったらこういう方は、うん、それこそ自分のなんていうのサークルみたいな、自分の趣味とか、はいはいはい、そういうところへ行って、なんか仲間から一緒になんか共有できるものを見つけていった方が、多分なるほどね、出会いっていう意味ではいい人だと思うよ。あ、その自分からその婚活みたいなところに行くんじゃなくて、うん、多分婚活行っちゃうとこの人の特徴が、なんていうの、自分をこうほら個性をさ出しちゃうと、婚活って結構、まあ、合コンでもそうだけど、うん、受けが悪かったりするじゃない。なるほどね、だからこの人の個性を、はいはいはい、そのまま受け入れてくれるというそういう場所の方が絶対うまくいくと思います。あ、なるほど、気が合う人とかね、うん、本当に素になれる自分、ごく普通の人とか、うん、なんかあんまりそういう人じゃない人の方がこの方合うと思います。ためになりますね。じゃあ、うんうんうん、そんなに頑張らないでいいよ。そうだね、婚活を、婚活、そうそうそう、婚活って意識しないほうがもう、うん、もう楽しむ自分、人生を楽しんだらその来てくれると、あっちの方から。そうそうそう、はいはいはい、なるほどね。同じ趣味を持ったような人とかね、うん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 、ということでございます、ね、はいはいはい、あ、彼女ができるか不安です。男の方ですね、うんうん、できるや、はい、まあできるよね。まずできる、なんか不安があるのかな、そういう、まあまあ、なんかいろんな要素が。だってまだ若いよね。1995年9月15日。ドンキーコング発売した年だよ。あ、そうか。95年。つまみ版。ドンキーコングやってよ。ドンキーコングやって、その前に。やってんじゃない多分。やってるか。やってるやってる。いや、大丈夫だよ。ドンキーやってるやつ。今年の恋愛運は、はいはいはい、今のその男性の方、はいはい、ちょっとね、でもあんまりいい恋愛運っていう、なんていうの、うん、ちょっと、うん、まずい恋愛、え、あら今年はじゃあちょっと控えた方がの方がいいかな。人間関係として悪くないんだけど、はいはいはい、その彼女っていうと例えばちょっと不倫っぽい人とかなっちゃう可能性があるかなって。 あんまり良くない、うん、だから、ね、まあ、おすすめはあまりしたくないけど、縁がないわけじゃないので、うんうん、そういう感じの、まあ、彼女じゃないですもんね、そうなるとね、はい、うんうん、まあ、彼女は大丈夫よ、できるから。まだできる、そうできるよ。何今何歳って、95年なら、95年はね、今年23、あ、でも全然できますよ。そう、そう、これからだもん。まだいないのかな、まだいたことないのかな、うん、いやでも全然できるでしょ。全然できる、全然できます、できます、うんうん、自分俺だって22とかだからね、初めてできた。そうですよね、うんうんうん、すごい振られてましたね、うん、そうですね、はい、ことすごい1ヶ月持ったことないですかね。そんなことないよ、もうあるよ1ヶ月、嘘はやめてくれよ。いやでもマジですよ、これ最長どれぐらい、最長1年ぐらいですね。あ、うん、ね、はい、嘘はやめてください。本当に1年ですか、うん、伊藤さん本当に僕の目を見ていてください。1年かどうか本当に伊藤さん死者誤入すると、そう、死者誤入する、1ヶ月です。まあまあいいですよ、はい、もう行きましょう。だ大丈夫ですよね、うんうん、いくらでも。あ、女性の方、恋愛を占ってほしいです、うん、やっぱ恋愛がね、皆さん、みんな恋愛だね、みんな恋愛ですか、恋にみんなもう忙しい。この方もまだお若いよ ね98年、
20歳の女性なんかもういくらでもですよそんなの、ね、恋愛を占ってほしいっていうことはどういう意味だろう。今どなたかいらっしゃるのかしらね。恋愛運とか恋愛運はいいよ。あ、いいです。今年、ね、どんどんあのなんていうのパーティーとか、うん、なんかそういうところに率先して出られた方が、うん、もしそのいないのであればね、はい、うんうん、チャレンジを、はい、縁が広がります、はい、あ、就活中なのですが就活できるか不安です、うん、就活就職じゃなくて就職できるかじゃないのかな。不安です、うん、多分就職できるか。占ってほしいです。就活中女性の方大丈夫だと思うけどな、うん、96年の8月28日。96年の僕だってその工業高校でしたけど、はいはい、もう全て落ちましたからね、うん、うん、就活すごいですよ。あの高卒なのにその先生が土地狂いましてね、はいはいはい、大卒のとこを受けさせましたからね最後当たってくださる精神で大卒のとこを目指していってくださいって見事砕けました。見事プロフィール見ですぐでしたね。その方も就活は心配しない方がいいと思います。なるほど。うん。大丈夫。はい。ちょっとこの春先になるとこの方ちょっとテンションが下がり気味なのですごく心配なんだと思いますけど、大丈夫ですよ。あら、頑張りましょう。まあ何かしらありますからね。はい、本当に人間は。彼女が欲しいです、うん、95年3月31日男から。また95年ですね。みんな若い。23歳でしょ、うん、若年層がね恋愛がちょっとね、そうか、苦手とかね、あの装飾男子、うん、増えてるよね。装飾系とかいうのが ね彼女が欲しい。多分ね、あのさっきの方もそうなんだけど、うん、結構がの強い男の方だとは思うの、この、うん、この年代的にはね。だからそうするとあのちょっと自分がっていうものを強く出しちゃうと、今女の子ってちょっと優しくしてもらわないと、なんかマイペースな人無理っていう感じだったりするから、ちょっと彼女よりに寄ってあげる、そう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 、彼女を尊重してあげるようなことをするとうまくお付き合いできるかなっていう感じです。なるほど、うん、いいじゃん。伊藤ちゃん、はい、伊藤ちゃんの恋愛を、あ、僕の恋愛をね、うん、ちょっとあんまうまくいかないっていうねところがあるんですよ。だからね、もうほら言ったじゃん言ったじゃんすごい、その自分がすごくある人だから、ね、はいはい、それを理解してくれないと。それがねなかなか難しいんですよね。うん、多分だってその彼女に興味がなくなると思うからさあ、この人がね、あ、すごいですね先生、当たってます。もうねズバズバ、興味がなくなるその女の子に話ほら最初興味あるけど、ね、はい、ある間はいいけど、あ、もうこんな感じねみたいになると、もう、はい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 、目が他に、あら、悪い、ひそかです、やっぱりね、悪い男でした、はいはい、いや悪くないですよ興味がなくなるのね、その子に対して、なんかね、ちょっと薄くなっちゃうから、あ、はいはいはい、ね、ということはどうすればいいってことですかね。興味をなくすな、なくす、いや無理なのよ、だからどうしても他目がいっちゃうから。じゃあ俺のことを大好きな女の子の方がいいってことですか。じゃあ大好き、自由にさせてもらわないと、はいはいはい、うん、だから女の子ってほらどうしてもさ束縛、うんうん、今どこにいるのみたいなこと言われちゃうと、はいはいはい、あ、もうめんどくさいみたいになっちゃう、はいはいはい、とりあえずだから、ね、興味をなくすんですよね。だからお母さんみたいな人だったらさ、あ、そうなのねって言って、なるほど、年上がいいね、そういう分かってくれるとかね、年上したより、年上はね、ちょっと行動を好きにさせてくれるみたいな、はいはい、あ、もう自由奔放にやらせてくれるって、うん、僕を、うん、だからなかなかその同い年とか年下の子でそれをいいよって言ってくれる人なかなかいない、はいはいはい、上がいいってことですね。この、まあ、精神性が高い人、精神性が、うん、あ、なるほどね、その先生全部分かってくれる、うん、だからそういう姿を見て楽しいなとか、はいはいはい、うんうんうん、なるほどね、見守ってくれるような人、見守ってくれる人、うん、なるほどね、ちょっと探します、先生頑張って、はい、探しますそうだからね、ネズミちゃんとかそういうのがいいよ ね、 そうですね、結局そこに行っちゃうんですよ ね、 ね、ネズミとかね、うん、結局ネズミに行くんですね今度カブトムシになったから、あ、もう買いますから、はい、お願いします、ね、あれって買えるの、買いますか、買います、あ、買えるの、今も
売られてますから、うん、結構高いんですよ。だってそれ、あ、そうか、でも一応もちょいありますよ。そんなに高いの。めちゃくちゃ高かったんですよね。あなたはどうなんですか、恋愛。あ、じゃあ恋愛を、ね、深田恭子とかと付き合えるかどうかみたいな。そんなこと言ったら俺橋本環奈と付き合えるかどうか。あ、でもなんか現実性が高い深田ちゃん、じゃあちょっとちょっとやばいですね。あの深田はみんな狙ってる人多すぎない？あ、やっぱ年齢層幅広いもん。そうか、深田はターゲットが富士パン持ち込みの人誰でしたっけ。富士パン持ち込みの人っていう、松下ゆきさんなんかどうですか。いや結婚してらっしゃるんです。すごいすごい大人の女性。彼年上がね。年上とかね。あ、もしか松下ゆきさん結婚してらっしゃるんですね。あ、そうなんですか。わかんない。多分私も知らないけど。じゃあ占ってもらいます。松下ゆきさん。だって不倫になっちゃうじゃん。あ、そう、結婚してらっしゃる。よくないですよこのご時世。そう。何てんだ。今一番突っ込まれるところ。そうですからね。そうか、どうしますかね。深キョンはちょっとダメなんですもんね。ちょっとね、あなたの恋愛の全般をちょっとどうすかな。でも年下はまあ合ってるとは思います。あ、僕ですか、うん、あ、そうなんですか、うん、そのえ包み込むっていうか、そういう、そうだね、はい、うん、そのぐらいの年齢差でもいいかもしれない。本当に、うん、30で深キョンって いくつだろう。え、深キョンは、深キョンはね30、え、多分5、4ぐらいですかね。そんな好きなの深キョンが。深キョンはいいですね。へ、じゃあ、まあ可能性ね。可能性、可能性。今深キョンはね、先生がどうする。ヘラクレスオカブトと占ってもらう。俺の恋愛俺が付き合ったらどうなるか。死ぬよ先、向こうが先に。可能性、可能性、可能性があるか、ですかね、深キョンとの可能性はあるか。まあ、ゼロじゃないよね。ゼロじゃないんだから、ね、出会いは売れたら、そうそう、売れたらあるんだから。フカキョンと、ほらほら、あれ、あ、じゃあどっちがいいからね、松下ゆきさんとか。じゃあ可能性をね、可能性、はいはいはい、どっちが可能性あるかとか。いや、ちょっと楽しみだな、うん、いや、これですごいの出たら、だってあれですよ、フカキョンさんとか可能性がね、可能性がバンバン皆さんもう宣伝してくださいね。もう深キョンさん可能性が届くまで。あ、なるほど、いい。なんかもう悪魔が燃えてる。すで悪魔が燃えてるカード出ましたけど。これさ、あの可能性として、はい、もう彼女は一人でこれ、あの一人のもうその女性として生きていくっていうものがはっきり出てる。深キョンは。そう。すげー。だからすげー。もうこれ可能性と言ったら、だからどっちもなしよ。あの僕が？そう。深キョンもなし。終了。終了。バン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 。うん。そうか。そう、もう彼女はもう本当に彼女のキャラで生きていくっていうふうに出てるから。なるほど。やっぱそうか、女優さんってやっぱね、うん、そういう、そう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 。うん、そうか。だからちょっとその可能性という意味ではなしという。なしだ。ゴーリキアメちゃんなんかどうですか。もう今いやいやまさにじゃん。ジョゾタウン、ま、もう負けてる負けてる。ジョゾタウンとちょっと僕4000億ですよ。ちょっと4000億の男と。あなた4000円とかでしょ、だって。え、4000円でしょ、あなた資産。12ですから、先月の給料。あ、1280円で。先月の給料ですね。ゾゾタウンとじゃあ戦います、僕ちょっと先生本当。あ、じゃあちょっと一回じゃ先生すみませんお願いします。ごめんなさいですけど、ゾゾタウンの社長とゴーリキアメちゃんはどっちがいいのか、はいはい、ゾゾとは僕か、うん、何、戦わせてください僕ちょっと僕と先生すみません本当に。いやいやいや、ゾゾ VS クリスキー。でもそうだよね、そうです、戦って4000億の男でしょ、はいはい、勝ち目がゼロではない。そうなのよ、高田4000億なのよ、よく考えたら、うん、僕天下取ったらね。そうなの、4000億なの。愛は違うから、愛は違うよ。ゴーリキちゃんに言いたい、お金じゃないよ。そんなに愛があるんですか。愛は深いよ。愛が深い男。これで本当に可能性ありって出たらどうする。いや、すごいよ、だから。いや、出たらね。そうそうそう。いや、俺もすごいね。橋本環奈ちゃんね、ちょっとランクで。そうだよね。ね、そんな。そんなら俺とあなたで占いましょう。橋本環奈どっちがいい。やめてくれよ。それ、橋本さんに、あのファンの方に怒られる。あ、そう。そうか。ね。ちょっと気をつけましょう。そう。今な、先生何言われたんですか。ふざけんなよ。ゾゾタウン、ゾゾタウンと戦ってるんですよ。そう。
ほらもう、これさ、ゾゾタウンの勝ちに決まってる。はい、もうこんなほら、おかげザクザクのカードとほら、これ勝利のカードが出てる。勝利勘弁してよ、ね、ほら、社長としてやっても、これ三拍子そういう。うわ、すごい。僕なんか、勝ち目がないんだよ、あなた。僕ほら、ハート。ハートにこの、ハートにザクザクが刺さってるわけない。それこそさ、戦う前にやめた方がいいよ。ああ、もうなるほど。敵を回すなと。そう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 。なるほどね。強い。潰されますよ、すぐ。今の発言だけでも潰れますよ、僕らなんか。強いな。ね、やっぱりもう叶わないね。ちょっと僕も一回ね、だからちょっと橋本環奈ちゃん、ちょっとどうか、それだけ。え、どうか。どうか、あの、どうか付き合えるかどうか。あ、はい。でも付き合えたらちゃんと環奈ちゃんの言う通り動ける。もちろん、もうそれは環奈ちゃんだったら。興味なくすでしょうね。まあ、確かに。そう、大体一瞬で、多分で。こんな感じなんてね。こんな感じだみたいな。ね。あ、だってほら美人さんとお付き合いして3日もその顔が飽きるっていう、はい、あ3日で。視聴者さんからも来てますからね。はい、あ、それはね、これ終わったらもう、はい、うん、ゾゾの圧勝か。そりゃそうよ。みんなゾゾタウンで、逆にすごいですね、それでぴったりそうですね。ちゃんとし、うん、まあ、ちゃんと出してどっちがいいもんかね。じゃあ、え？でもお金で愛は買えるから。先生、そうなんですか？そうなんですか？知らなかった。買えるよ。そう。大人の世界。大人。いや、買える。お金ないって買えるんですか？買える。今日の教訓、お金で愛は買える。もう皆さん、皆さん、来ました。お金を貯めましょう。貯めるぞ。どうですか？一応五分五分。あさあ、素晴らしい。50-50 だから、すげえ、まあ、だからそのちょっと接点持つのは悪くないかも。うわ、あら、いいんじゃない？あれはいいですよ。ね、だから言ってた方がいいよ。あ、今めちゃくちゃいますよ、ね、じゃあ。そういう、あの、僕ファンなんです。あれは、手触っていいですかとか。それはちょっとやらしい。もうちょっとね、うまいこと。それ。今の時代。アウト。いや、これすごい、五分五分ってすごくない？いいなぁ。ね、よかったよね。よかった、先生。よかったよかった。私ゾゾに負けたんですよ。ちょっとだってしょうがない、今言ったようにほら、はい、あのね、お金で愛は買える。そうか、やっぱりそう、稼いでじゃ愛じゃもうダメなんだ。なるほど。もう今女の子に聞いたらみんなそう言うと思う。お金持ってきたらじゃあ、そうそうそう、ドンと、このぐらいじゃダメだよ。いや、まあ本当になんかもう、そう、そのぐらいのバッグが、ビルがバッグにつくぐらい。こうやって僕のビルだから。あれ、僕の町だよぐらいのね。そうそうそう、やっぱそう。じゃあ行きましょう、視聴者さんから。はいはいはい。さっきなんかね、じゃあそんな上じゃない、うん、さっき5月のなんとかって、それぞれ5月からの恋愛をお願いしたいです、うん、はい。1977年10月14日の女性でございます。77年。はいはいはい、なかなか結構な、はいはい、で5月、5月からの恋愛を、うん、はいはい、77、今からですね。5月、今月、はい、今月は何かこう出会いとかそういう変化の月になりますから、ちょっとそういう環境を変えたりすると出会いも増えるんじゃないかしら。環境を変える、いいのよ、だから。なるほどね。変化するという月です。だからまあ自分の気分も変化するし、状況も変わったりっていう、あの5月だと思います。いいですね、はい。じゃあちょっと自分から動いてみたりとかも。もうありです。なるほどね。 いいですね、うんうんうん、これ何ですか、これは。これはもうちょっとわからないです。1996年、9696ということで、はい、ちょっとね、すごいね、無理ですか、何千歳になっちゃうじゃないですか。ね、ちょっとこれも占います、一応。何を占うの、これ。これは無理かな。 9月6日、うん、じゃないかな、多分がダブルになってんの。あ、そっか、9月6日か。あ、9月。でもその人何を言う、何を占うとしてかが、あの、書いていただければね。そうですね。ちょっとわからないですよ、その、ね。もう一度書いてもらえますかね、じゃあ。いやー、お金で愛は買えるんだなー。買える、買える。ね、もう。だ、売れたらいいんですよ。そうそうそう。いや、ちょっと頑張るよ、俺も励みになりましたよ。そうですね。ね。ね、そう。励みに、橋本環奈ちゃん。ね、はいはい。ね。ね、先生。一緒にやっていきましょう、本当に。導いてください。何かあったらすぐ聞きますんで、僕ら。ね、そしたらそれ、どうすればうまくいくのかね。はいはいはい、うん、
それこそ橋本さん見てますかって。え、橋本さん見てますか、かんなちゃん。見てない。ゾゾタウンさん。いや、わかる。そんな、見てるかもしれないですよ。そんな自分を低く見積もらなくても。占い TV ですから。そう。ゾゾタウンさんゾゾタウンさん、もう負けませんよ。ゾゾに対抗した何か作らないと。ああ、いいですね。会社起こすじゃん。ソソタウンみたいな。ソソタウン。ソソタウン。いや、いいですね。ほら、ラジオ体さん、ゆるくて。あ、見てるよという。いや、ありがたい。いいですね。見てるよ。手相とかも占えるんですか、先生は。まあ、手相ね。そう。手相とタロットはまたちょっと変わってくるんですか。手相はだって自分の、持ったものっていうことじゃない。で、これタロットは、自分の気持ちとか、ほら、これがどうなるかなとかっていう。あ、なるほど。だから、相手の気持ちを知りたい時とかっていうのもタロットなんですね。はいはいはい、はい、あ、健康運はね、多分手の方がいいかもしれない。あ、ちょっと健康じゃ全部やってもらいましょう。じゃあ伊藤ちゃんから健康どうですか。ご飯ちゃんと食べてる。やっぱご飯からあんまり食べてないですね、うん、そんなには、うん、なんとなくだってなんか顔色がさあ悪い。それね、言われるんですよ最近、うん、顔色が。そう、俺も思ってるんですよ、うん、顔色がなんかあのね、色艶がやっぱりほら、うん、あの張りがない。だからまあいろいろほらいろんなことね、はいはい、悩んでるからだよ。ああ、なるほど。悩みがなくなればじゃあ、ね、そうそうそう、また白くなりますかね。前白かったんですよ。事務所問題とかそういうものがクリアすれば、はいはいはい、それで自分のもう本当に仕事だけに専念するような、うん、多分そういう気持ちになったら全部良くなると思う。ああ、うん、じゃあもう前とにかく全部なんとかなるよみたいなことですかね。うんうんうん、本当はだってなんとかなるような人。あ、そう。でもこの間見た時すごい慎重派なんですよ。一回もう一回見てもらえばいいですか。あ、もう一回ちょっとじゃあ。慎重はそうなんですよ。あ、すみません、あの来てます。いや、俺のちょっと。あ、そうです。今から転職活動中。あ、そうです。先生も全部こちらに。すみません。さっきの人ですね。すいません。1900。あ、でも。え、あ、ん、何？橋本環奈。ほら。あ、環奈ちゃん。ほら。会いましょう。すぐ会いに行きます。今年は決勝行きます。環奈ちゃん。あなたのためにいきますよ。やっぱりほら9月6日だよね。すみません、謝ってるけど結局内容を書いてないですよね。転職活動中です。行きたい会社に入れるか占ってください。そうなの。96年、うん、入れるよ、はい、入れます、はい、そうか。入れる。俺の意見はね、多分入れますよ。入れるかどうか。結構意志の弱そうな人だよね。うん、そうか。迷いタイプじゃない。うん、あ、確かに。だからバッと最初に書かなかったですね、やっぱりフラフラと。うん、だから、まあ、行きたいところに行きたいって思わないと。なるほど、ね。まあまあ、どうしても、うん、その精神力がちょっと若干弱い人だと思うので、うん、はいはいはい、ちょっとそこをこうしっかり自分で思うと、うん、その、うんうんうん、魂ってだからそうやって思うことが一番大事なので、強く念じるというか。そうか。だからそういうほらどこかここに入りたいとか、うん、ここをこうしてほしいとかっていうことはやっぱり自分が思わないと、面接でもただぼーっとしてても、はい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 、こう、うん、なぜここに来たいかっていう熱く語らない、うん、意志の力で、ね、意志の力でございます。若干ちょっと弱めの人なので、うん、そこをちょっと強調していくと。なるほど。自分の自我をしっかり保って、もうここにどうしても入りたい、何が何でも入りたいっていう気持ちを持って、歯食いしばってね、うん、やった、やりましょう、はい、やっていった方がいい、やっていきましょう、うんうん、転職活動中、あ、女さんもいますよ、はい、就職転職活動中、はいはい、91年8月16日の女性の方で、だから今回は あれが多いですね、就活というか転職の、ね、あれ、時期が、違う、まあ、時期もそうだけど、うん、連休明けってさ、仕事に復帰したくなくなる一番の時だから。あ、そういうこともあるんですね。あ、遊びすぎちゃってるから、はいはいはい、もうなんか嫌だなみたいな。なるほどね、うん、我々芸人なんかも万年休みみたいな。そうだよね、何も分からないね。マジちゃってね。そうそうそう、活動中、うん、うん、ちょっとそうね、今活動するって言ってもなかなかいいところが見つかりにくいとは思うんだけど、でも弊害みたいなものはないと思うので、うん、ちょっと頑張ろう。で、まあ、結構自分がこうメインで働けるようなところが合ってると思うので、うんうん、まあ、裏方さんより表に出るような仕事の方が合ってるかな。なるほどね、はい、そんな感じだよね、うん、なるほど、うん、
表向きの仕事の裏より表にガンガンいた方が、はい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 、ああなるほど、なるほど、結構じゃあそのあたりのね、今なんだか32と、ん32、もうちょっと、あ、ねね、あ、僕は32で30歳。はい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 、はいはい、なるほどね。ゾゾですって見てます。あ、ゾゾです。ゾゾと2人で見てますやつだ。おい、離れろ、今すぐ。分かれよ、やめとけ、それをやめとけ。祝福してな、みんな芸能界も。やめに、それ勝手に見たら怒られるよね。え、何ですか。やっぱやめとこう。そう、ザ、ザ、あ、そのお二人をね、勝手にそのどうなるか。いや、もうき、やっちゃいましょう、先生。ゾゾさんと、先生も大丈夫。大丈夫だから。オッケーオッケー。オッケーオッケー。私の占い師生命が。大丈夫、先生。ゾゾタウンによって。いや、もう関係ない、先生。切られることはない。やっちゃいましょう、今日は。でも、これって今言ってることってさ、はい、絶対ダメになる、勝手に。勝手に。就活頑張ります。やっぱりダメになる。そう、頑張ってね。はいはいはい。うん、でちょっと勝手に見たかな。覚悟しよう。すごいよこれ。一幕いますよ。今二人で見てるって言うから。二人で見てる。ああ、それも、ね、今後見ますからね。どうかな。俺はちょっと危ないと思うな。どうな、何何？怪しいぞ。怪しい。お金の愛なんじゃないか。本当。いや、そんなことないから。真実ないかね。怪しい。何も知らないだろ。何も知らない。真実ないだろそれ。怪しいと思うぞ俺は。さあ、すごい先生来ますよ。楽しみですね。そう、みんなが楽しみな。うん。さあどうなるかな。ゾゾさんと剛力さんの今後。今後ですよ。ね、どうなるのか。どういうお付き合いになっていくでしょうか。あらららら。ざんざんざん。いや、すごいな。俺楽しみですね。私も楽しみ。じゃん。そう、じゃん。あ、ほら、お。あ、こういう感じなんですよ、恋愛って。どうですか。あ、でもこれね、社長が頑張るな。おぉ、社長剛力さんのために頑張る。あ、これすごい。もういいよ、素晴らしい。4000も持ってもっと頑張るの。いや、素晴らしい。よかった。すごい男。いい結果出てよかった。そう。だってもうこれ男の人のカードでしか出てないから。はいはいはい。あの、だからもう幸せ。結婚するために彼は何が何でも頑張ると。いやー、男の。男の。なくしてもってことですか。男の。それはない。なくしちゃダメだ。もうこれビラビラビラーだね。ああ。きっとね。その、もう、見せ金じゃないけど怒られちゃうけど、すごいな、もう何でも僕はやるよっていう、うわ、君のためなら何でもやる、君と結婚できるんだったらみたいな、すごいな、もう全部だから彼女のカードがないもん。あら、それも怪しい。あ、そうなんだ、ね、もともとファンだということで、はい、もう、そうだから、もう、あの手この手、何でも使えるものは何でも、まあまあまあ、そうですね、もともとにほらお金はあるわけだから、うん、お金がある、あとはそのまあなんていうの、彼女の気に入るようなことをいっぱい、うん、全てをかけて、そう、うん、いい男でしたね。乾杯です。そうだね、まあここまでするんだったらまあしょうがないね。はいはいはい、もう譲ってあげよう。いや、もうそれ譲る、もう無理だから。俺はね、ちょっと五分五分だったけども、うん、ね、ね、あなたはもうダメですから、譲ろ、ゾゾさん、うん、ね、よろしくお願いしますよ。だから お金だけじゃない、やっぱりじゃ、そうやって自分の力でって思ってるから、はい、ね、はいはい、しょうがないですね。事務所ね、どうしますか、うん、じゃあ結論、あ、事務所決めますか、ね、占っていた、いや、決めますかじゃなくてね、うん、どうします、我々次第ですよ、もう今。そうそうそう、ね、あ、残留かの、うん、残るか出る、だってもうカブトムシになったし、はいはい、ね、だからもう、ね、ヘラクレスオオカブトが結局勝ったんですよね。一番いいのはヘラクレスオオカブトですよね。そうそうそう、だからヘラクレスオオカブトをね、オオカブトを、はい、あの、だから事務所のこう名前を置いてさ、オオカブトが行くところに、あ、なるほど、でなるほど、ね、ここでそれをやる。ああ次の企画じゃそうしましょう。ヘラクレス、ね、それで占いからカブトムシに。いや、でもカブトムシが一番勝ちなんだもん。そうか。でもカブトムシが動いたところ、動いたところに行きましょう。で、事務所行って。そう。で、こういう事情で、うん、カブトムシが決めたんでね。そう。じゃあもうそうしましょう。本当に。本当にそうしましょう。もう。ちょっと楽しくない、ここで。いや、楽しいですよ。みんなで。ちょっとやりましょう、じゃあ本当に。やりましょう。ね、うんうんうん。ヘラクレスオオカブト、カブトムシの行く末で全部決める。決める。これマジでやりましょう、本当に、うん、ね、はい、決めます、はい、そうね、企画が、はい、次あるでしょう、あれば、ね、もう、はい、お願いしますよ、お願いします、もう本当にすいません、なんか今ちょっと次があったら、
いや、僕らのまだ分かんないです。レギュラーかどうか分かんないです。ぜひね、レギュラーにしていただきたいんですけど。それがほら、to be continued だから。ああ、いいですね。交互期待。はい。来週いるかどうか占ってもらう。そう、先生、それもちょっと今思ったんですよ。来週一番先生のやっぱ占いでやっぱ分かるから。占いで全部。うん。来週いるのか、なんじゃない。レギュラーになってるのか。でもこれいないってなったらどうする。いや、もういいですよ。もう全部言う。すぐ出てきます、そしたら。もう。じゃあ今すぐカブトムシ買ってこないと。そうですね。来週なかった。ごめんなさい、本当に。いや、ね、レギュラー。頼むぞ、先生。お願いします。します、先生。どこにその、なんだっけ。レギュラー、頼むよ。権限があるんだろうね。あのね、あの方に、それは。山田さんにね、じゃあ。え、山田さんが OK してくれるか。占い TV これの虫食べやらされそう。そういうのがあるんですか。あ、今ありますバンバン食いますよ。いくらでももういくらでも食いますよ。ほっぺパンパンにしますよ、そんなもん。虫食いにみたいな、何でもやりますから。ランチの代わりに、ランチの代わりに、もう今日虫食う、今日本当に今日の虫のコーナーでいきましょう。もう、ね、うん、やります。全然虫食いますからね。いやー、なるほどな。来週は、うわー、来週でも厳しいかも。あああ、やる気満々なんだけど、はい、やる気満々なんです、ね。そう、やる気満々なんだけど、ほらこれ女性で出てるじゃん。はいはいはい、女性。女性が、そう、女性が今のところちょっとどうしようかな。ああ、まだじゃあ山田さんまだわかんない、ね。まだわかんないってことですね。そう、あ、そうそうそう、今の時点でそういう感じ。これでも虫用意されました。ね、おいおい。虫食べたら、あなたのために、これ食べたら、あなたのためですよ。あなたのためだけに僕ら虫食べるんですから。いいですか、見てください、アピール、はいはいはい、虫、うわ、何それ、これ何、これな、これ何ですか。バッタとか。あ、バッタね。いいかもしれない。あ、でもカルシウムいいかもしれない。あ、なるほどね。あ、これはすごいよ。これはなかなかですよ。これは見せられるの大丈夫か、視聴者さんとかね。タガメ、これタガメですね、はい、これタガメをね、じゃあタガメはすごいよ。匂いがすごい。匂いがだってパックの中に、あっ、餌の匂い、カメの、うわタガメはゴキブリみたい、はい、ちょっとちょっと、え、どうぞ3人で食べる。いや、それダメです。それはダメ、マジで、それはダメ、それはダメです。今残り3分、今この匂いだけでも、匂いだけでね、なんじゃったら女性がキーということで。なるほど、これでも大丈夫ですか。まあ普段見せてるんですね。こういう、こういうことになってます。あ、食用なんでね。あ、食用でございますから。はい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 、まあ、女性に助けられていくということじゃないですか、なんじゃったら。だから、じゃあ向けてやりましょうか。はいはいはい、主催者さんに向けて、主催者、はい、虫を食うんだって。はいはい、まずレギュラーにお願いします。はい、伊藤さんお願いします。うん、うん、美味しい、美味しいな、やっぱザッパラさんの感謝で、うん、この虫は、ね、うまい、味のレポートお願いします。あ、虫です。うん、香ばしくて美味しい、煮干しみたいな、うん、うん、これ煮干しなんだ、いい出汁取れそう。タガメが美味しいとかある。あ、タガメ、タガメをじゃちょっとね、うん、伊藤さん行きましょう、はいはい、うん、うん、あ、美味しい、タガメも美味しいですか。うん、あ、思ったより美味しい。マジです。うまいですよ。うん、大丈夫大丈夫。うまい。あ、美味しい、これ。あ、思ったより皆さんもね、ぜひ食べてくださいこれ。やっぱだって虫が食料危機救うとかいう話もありますからね。うん、あ、うまい。ま、マジででも全然、ね、うん。猫とか虫好きですから、ね。いや、高め全然食いますよこれ。猫の気持ちがわかります。うん、ね、うんうん、あ、先生美味しいです。先生美味しい。あ、うまい、うん、いや、これすごいな、虫っておいしいんだな、おいしいな、これ、あ、うん、こんなおいしいんだ。あなたもちょっと高めじゃないですか、うん、何言ってた。ちょっと新しい高めね。そうですね、うん、あ、おいしい、虫の食レポ、うん、おいしいな、根性見せろって。我々のよく書いた食レポ初ですわこれ、うんうん、初めての食レポが虫でした。うまみがやっぱね、口の中広がりますよこれ、うん、うまい、虫っておいしいんだ、すごいな、ね、虫っておいしいんですよ、うん、あら、どうですか、全力の気合をすごく感じました。あ、ということは、持ち帰ってね。大丈夫、なんかこの動画があれになって上が困るみたいなあるんじゃない。上がもうないよみたいな。何でもやっていただけるってのはよく。いや、もう何でもやりますよ、もう何でもやりますよ、虫を食うし、うん、
ですね。あら、先生、終わっちゃった、虫食って。もう終わり、終わりますかね。占い番組で最後、虫食って終わっちゃったんで。あ、もう終わり、もう終わりますよ。はい。はいはいはい。はい、告知、先生、告知とかございますか。はい。ロバ耳の方で電話鑑定やっております。あ、電話鑑定。はい。はい、ロバ耳の方で、はい、じゃあ皆さん。はい。申し込みますよ。はい。そうです。明日はピンクさんがやりますので、ね、よかったらまた見てください。来週もお会いしたいです、皆様。お願い